日産レンタカーとは日産自動車市会社の日産カーレンタルソリューションが行っている日本のレンタカー事業である。アメリカ合衆国のグアムにはグアム日産モーターズ市会社の日産レント A カーがある。1966年8月に日産観光サービスがレンタカー事業を開始。取扱い車種は日産車が主で他社からの OEM 車種。 販売を終了している車種、旧型の車種を扱っている場合がある。日産では取り扱わない大型トラックについては、かつての関連会社だった UD トラックス製の車種が用意されるほか、地域によっては、日産以外のメーカーの車種が用意されることがある。2008年12月からは、日産フィナンシャルサービスから、レンタカー部門を分離して設立した日産カーレンタルソリューションが、 日産レンタカーの事業主となっている。一部店舗では、フェアレディ Z や、スカイラインクーペといった、スペシャリティカーも取り扱うほか、スペシャリティカー取り扱い店舗のうちの7店舗は、GT-R がキャンペーンの一環で取り扱われている。2017年4月9日、外部のブログより公式サイトに存在する、脆弱性について指摘があった。 この脆弱性により漏えいし得る会員の個人情報は以下の通り。脆弱性は即日修正されたが、それまでに会員登録のあったユーザーの個人情報はすべて漏えいしていた可能性がある。この件について日産レンタカー側からサイト上での告知がなされている。取扱者種と料金クラス区分は以下の通りである。 地域により一部取り扱いのない車種がある。P7 クラスと W1 クラスは、クラスお任せとなっており、P7 クラスは、P1P5 及び、PH2 クラスのいずれかを、P1 クラスと同一の基本料金で、W1 クラスは、W4 クラス、WH4 クラス、W6 クラスの、いずれかを W4 クラスよりも割安な基本料金で、それぞれ利用が可能となる。 なお、W1 クラスでは車種により、乗員人数が異なるため、予約時に乗車予定人数を知らせる必要があり、支払いは、クレジットカードのみとなる。なお、PS8 クラス、T クラス、WW クラス、M クラスは、取扱店舗が限られるほか、電話からの受付のみである。乗り捨ては、料金が、クラス別に分かれており、事前予約が必要。 変更の際は、出発店舗の承諾が必要で、承諾を得ずに乗車を行った場合は、変換場所の変更によって、必要となる、改装のための費用200%が、医薬金として請求される。本州、四国、九州、沖縄の場合、乗り捨て先の店舗が 20km 以内の場合は、無料で、乗り捨て先の店舗が 21km 以上の場合は、 距離によって、ワンウェイドライブサービス料金を算出する。ただし、以下の例外がある。長野駅東口店2020年10月時点で、日本国内に347店を展開する。日産レンタカーの事業主である、日産カーレンタルソリューションでは、自社運営の他に、日産レンタカーのフランチャイズ付与も行っており、以下のフランチャイジー会社でも、 日産レンタカーの運営を行っている。フランチャイジー会社には、日産系の販売ディーラーやその参加企業のみならず、日産自動車グループ外の企業も含まれる。個人向けの会員制度で、離島を除く店舗での基本料金割引、ポイント還元、チャイルドシートの無料貸し出しや定型ホテルの利用料金が割引となる、アディショナルサービスの3つの特典を受けることができる。 日産フィナンシャルサービスが発行する日産カードでの支払い時に一部クラスの基本料金が一律割引となる。なお、日産カードだけでなく同社が発行するニスモカードやビズニスサンカードでも同じように割引優待を受けることができる。法人向けの会員制度では利用の都度現金で払うビジネスカードと現金不要で月ごと一括請求の ゴールドカードの2種類がある。特典内容は共通で、会員特別料金の適用、大型保険保証、日産安心サポートプランの適用、定携ホテルにおける割引優待、一部店舗に設置している無人端末機、クイックチェック端末が利用できる特典がある。日産 GT、R ドライビングキャンペーン、日産レンタカーウェブサイトで、メールアドレスと、氏名、 電話番号から生パスワードを取得できる問題が見つかる日産レンタカーホームページにおいて個人情報が閲覧された可能性について公式ウェブサイト会社概要よりありがとうございます